せーの、おだまっぱみー、ヤマキアボーイズです。鷲見敦貴です。ドラゴンです。ネスです。プロレスラーのグレートウォーカン様でございます。大空すばらしき羊殺しの時代グレートウォーカンである。前回の動画を見ていただいた方は分かると思うんですけど、ウォーカン様にですね、僕らの大事にしてる私物のフィギュアを持っていかれまして、返してほしければ、我々が従属になるというね、その証としまして、そのウォーカン様が作ってくれた、このマスクを着用して、僕らが、ね、忠誠を誓うという、このような形になってしまいました。このマスク以外にも T シャツなど従属の証はたくさん売っている。おい貴様らも SNS 使って宣伝しておけ。おい、そしてネス、はい、役だぞ。あ、すいません、すいません、申し訳ないです。大川様、ちょっと一つ僕に提案がございます。もうぜ。今からやるゲームに、もし僕らが勝ったら、従属の身を解放してもらうことは可能でしょうか。なるほど。負けたら、どうするつもりだ。ネスが死にます。よかろう、死ぬ技だ。貴様が、万が一勝った場合には、奪い取って、あの娘ども返してやろう。おわっすか、それも分かりました。じゃあぜひ今からこのゲームをやりたいと思います。はいと言ってはいけない面接。はい、こちらのゲームはですね、以前 VTuber の白神ふぶきさんとコラボさせていただいた時にやったゲームなんですけど、ルールの方は3分間面接のような形のものをやります。でその面接官の質問に対して何が何でもはいと言ってはいけないという、面接官は頑張って、はいと言わせるように仕向けるんですけど、それを頑張って、受けて側の方は、はいと言わないようにするというというゲームでございます。さあ、というわけでね、頑張って、こちらのゲーム勝って、この従属を解放していきたいと思います。それでは、いきましょう。それでは、まずは先行、ウォーカン様からはいと言ってはいけない面接、スタート。おい、まず貴様ら、元気か。元気です。元気です。いいシャツ着てるじゃねえかよ。いいシャツ着てます。なんだそれ、どこのブランドだ。これはオリジナルで作ったチェックシャツでございます。オリジナル作ったのか。作りました。気に入っているのか。気に入っております。ああ、そうかそうか。おい、ドラゴン、いつまで帽子かぶってんだ。どれ。あ、すいません。おい、来たな、ドラゴン。いい体質そうじゃないか。脱げよ、おい。脱いでもよろしいでしょうか。お、脱げ、脱げ、脱げ。ちょっと中、寒かったので、水が。なんでバリバリ言っとんできたの。あ、マジックテープを、少々。貴様らのマジックテープなのか。いえ、僕らは。ドラゴンだけがそうなのか。そうです、そうですね。はいはいはい。一人言っちゃったけど、どうする。言っちゃったというのは。舐めてんのか。舐めてません。舐めてんのか。舐めてます。どっちなんだよ、はいかイエスで答えろよ。ノー。いいんだな。例えばお前、英語得意か。得意といえば、一つ勉強させてやるよ。高いものをなんていう英語で。あ、じゃあいけない。高い、低いはローだろ。高いはなんじゃ。なんていうの。なんていうの。なんていうの。じゃあ、repeat after me。 はい。はい。はい、これで2つ。これずるくない。リピートアフターミーはやばくないですか。おかれ、おい、スタート。どうした。早くないか、おい、レフリー。レフリー、おい。どうか、どうか、どうか。すげえ、貴様らだ。かかってる。よし、じゃあ3人が面接官になってね。じゃあ、行きましょうか。それでは、はいと言ってはいけない面接、よーい、スタート。はい、それではですね、本日、リアルアキバボーイズ面接に、来てくれたわけなんですけど、やっぱあれなんですよ、リアルアキバボーイズが好きで。そんな名前のやつは知らん。あれちょっと、名前がおかしいんだろう。あれ、そう、あれ
僕たちのことが好きで受けに来てくれたんですよね。知らんと言っているだろうが。おかしいな。ちょっと会場が、じゃあリアルアキモボーイズになったら何がしたいですか。まあ要は運動神経も天性的だからな、貴様らのリーダーにでもなってやれや。あ、でも確かにガタイがいいんで、もしかしたらプロレスラーとかですか。うん、運動神経はいい方ですか。そうじゃ強い。なるほど、そうなんですね。アニメとかは好きですか。しかりしかりしかり。ちなみにあれですもんね、結構やっぱこうガタイがいいんで、中身のこう体格的なね健康状態も多分いいんじゃないかなって思うんですけど、胃も良さそうだし腸も良さそうだし、あの ここはどうですか。ここなんていう名前でしたっけ。心臓だろ。ちょっと奥にある呼吸するために必要な、なんだったかな。どこでも強いよ。健康状態なんですね。ぜひもなしぜひもなしぜひもなしで強いな。こんなもんか貴様ら。まあ、ちょっと振り回しになっちゃうんですけど、僕あの、スバルのライブがめちゃめちゃ好きで、ライブの時のスバルってやっぱ一番練習してると思うんですよ。あのスバルって本当にダンスと歌がもう、あのもうみんなのために頑張って練習してきたっていう感じがめちゃめちゃ伝わってきて超いいと思うんですよね。ああはい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 。はいって3回言いましたよね。なん言ってるよ。いや言ってましたよ。はいはいはい。あれフリービデオチェックしろ、ビデオチェック。あーはいはいはい。はい言ってますね。貴様らの大切な娘ぐらい返してやるよ。おやったー。よかったね。こちらもただでは終われ。貴様たちさえよければ連合帝国と同盟を結んでやってもいいぞ。おお、同盟。これでもいいじゃん。従属よりははるかに。お前は全然違う。同盟だから。よ、わかりました。いや、僕らも王冠様の。というアニメや VTuber 愛はもう受け取ったので、ぜひよろしければ同盟を結ばせてください。よかろう。おお、すごいすごい。でまたもし機会があれば、なんかこういう YouTube のコラボとか、なんかこうもしよかったら一緒にダンスを踊るとか、そういうのもできたり。大金は用意してくれるかどうしよう。そうすればいいんじゃない。あ、なるほど。まあチャンスがあればプロレスファンにお見せするような機会を作ってやらんでもない。おお、すごいですね。ちょっとそれは嬉しいですね。はい、というわけでね、今回の企画はですね、無事 RAB の方が勝ちまして、なんとか従属を解放してね、同盟を結ぶっていうねことになりましたけれども、はい、また引き続きね、ぜひ王冠様とこういうコラボができたらいいなと思ってますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。お願いします。よし、最後はあの言葉で締めるぞ。あの言葉。あ、はい、わかりました。あの言葉ですね。いいな。はい、行くぞ。表を上げろ、保護者ども。バイバーイ。せいガチガチガチありがち、オタクにありがち。